神様、今私は ハグ先生。お、竹本。ハグちゃんは？いや、それがいないんだよ。さっきまでここにいたのに。森田さんだ。森田？帰ってきたんです。森田さんがハグちゃんの怪我のことを知って病院に行くって。森田が？ここは？アジトって呼んでた。兄貴と俺で。お兄さん？痩せた？お前もな。びっくりした、急だから。またいろんなとこ行ってたの？またいろんなもの見てきた？いろんなものを作った？たくさんできた？ま、待ってて、きっと直すから。そしたらまた、私もまたいろんなもの書いて、そしたらまた見せっことか。いいよ、もう書くな。書かなくていい。何かを残さなきゃ生きてる意味がないなんて、そんなバカな話あるもんか。生きててくれればいい。一緒にいられればいい。俺はもうそれだけでいい。これ以上ない優しい言葉が彼の口からこぼれる。優しくてなんて悲しい声。まるでどこか遠いところへ呼びかけているような。どうしたの？だって、初めて聞いた。何があったの？この人のこんな声。